皆様こんにちは。それでは本日の記者会見を開きたいと思います。2020年東京オリンピック・パラリンピックの開幕まで残すところ9ヶ月余りとなりました。で、日本記者クラブではさまざまな分野で開催の準備に取り組まれる方をお招きしましてですね、オリパラと社会と題した記者会見を本日からシリーズで展開したいと考えております。で、1964年の大会はですね、国家100年の大計をわずかな期間に詰め込む社会基盤の変革をもたらしました。日本が大きく変わりました。で、20年の大会は自己ベストや多様性、それから未来への継承をキーワードに掲げています。で、2回目になりますオリパラが社会に何をもたらすのか、大会に関わるさまざまな立場から大会が目指すものを伺うというのがシリーズの趣旨になっています。本日はその第1回です。日本アンチドーピング機構 JADA の浅川慎専務理事にお越しいただきました。浅川さんは群馬県のご出身で、2009年に JADA に入局されました。2011年からは JADA の専務理事をお務めです。その間に、筑波大学大学院体育研究科をご卒業されています。スポーツの公平公正を損なうドーピング、選手の健康を害するドーピングをいかに防ぐかという最前線に立って、活躍されています。現在の主な役職としましては、日本オリンピック委員会 JOC のアンチドーピング委員会委員、日本スポーツ仲裁機構の理事、それから世界反ドーピング機関 WADA のファイナンスアドミニストレーション委員会委員などもお務めです。本日はアンチドーピングの最前線、来年の東京大会に向けた日本の課題と取り組みなどについてお話を伺いたいと思います。浅川さんにお話しいただいた後、司会から若干の質問をさせていただきます。その後、会見にご出席の皆様の質疑応答という運びで進めたいと思っております。申し遅れましたが、司会は日本記者クラブ企画委員、産経新聞の森田が務めます。よろしくお願いいたします。それでは浅川さん、お願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。日本アンチドーピング機構の浅川でございます。今日はこのような貴重な機会をいただきましてありがとうございます。で、今お話をいただきましたとおり、私どもの組織では東京2020大会に向けてさまざまな準備をしておりますけれども、中心的にはドーピング検査員の育成ということですが、本日こういう機会をいただきましたので、私たち組織またはアンチドーピング活動全体がですね、どのような関わり方を持っているのかというところについて、もう少し掘り下げた形で皆様にご紹介の時間をいただければというふうに思ってやってまいりました。で、私の今日タイトル、皆さんお手元にも資料今日は印刷をいただいているということだとは思いますけれども、アンチドーピングの立場からスポーツの価値を守り、その社会的役割の推進を支えるということで、単にドーピング検査だけではなくて、最終的にこのアンチドーピング活動というものがどういう関わりを持って大会の成功に関与しているのかというようなところを、最終的には皆様と共有できればというふうに思っております。では最初にですね、普段スポーツの領域で活動されていらっしゃる方々ばかりではないというふうに伺いましたので、少しアンチドーピングの前に、ドーピングのですね、スポーツにおける歴史というようなところからちょっとお話をさせていただければと思います。皆さんご覧のですね、今左下から年表で1964年というふうに書いてございますが、これ偶然といえば偶然なのかもしれませんけれども、実は IOC とこの東京という都市がですね、このアンチドーピング活動においても実は非常に大きな関わりを持っておりまして、毎回すべてのオリンピックでは大体のそのいろいろなメディカルに限らず、いろんな領域でそれぞれの国際会議的な形でですね、専門の領域の方々が集まってシンポジウムまたは会議を開かれる慣習があるかと思うんですが、1964年のまさに開会式の前に東京で維持委員会が開かれ、そこの場で初めて IOC はドーピングというものの定義をしたということでございますので、東京のオリンピックの国際スポーツ会議で初めて IOC がですね、定義としてのドーピングというものを組織として認識を持ったという、まあ何て言うでしょう、記録すべきという言葉があまりポジティブな響きがありますので、そういう話ではないんですけれども、そういった因縁のある年でございます。それ以降ですね、ドーピング検査、当然その問題があったから議論になったわけですので、その以降ドーピング検査に向かっていくわけですが、 IOC として初めてドーピング検査を行ったのは1968年、当時は夏と冬が同年に行われておりましたので、メキシコとグルノーブルという夏と冬の大会がこの年に開かれ、初めて IOC としてのドーピング検査という流れになっていったと。で、皆さんご承知の通り、72年が札幌でございますので、札幌では当然ドーピング検査というものが実施されたという状況でございます。
で当然ドーピング検査をする上では何が禁止かということが前段で決まってなければいけませんので、表にも書いてございます通り禁止されているものの物質の定義というものがこのあたりで仕上がってくるということでございます。でだいぶ飛びまして1999年にはまさに現状をですね、私たち2020年にもそうですけれども適用されるルール国際統一規則を作っております世界アンチドーピング機構 WADA という組織が作られで2004年からその統一規則が適用されるという状況でございます。その2004年以前アテネ大会より前はですねその IOC が持っている禁止されるリストをですねオリンピックのスポーツを中心にそのリストを参照するか否かということもある意味任意に各競技連盟に判断を預けてあったというような状況だったわけです。ですので例えば風邪薬でメチュルエフェドリンという物質が出てですね国内的にはだいたい数ヶ月間のスポーツの記者の方々はだいたい 3,4 ヶ月の違反だなというようなイメージをお持ちだと思うんですが、まあ、それがこの2003年以前であれば一つの種目では注意喚起だけで終わったりとかまたは1年間の資格停止とかということが仮に起こってたとしてもそれは問題がない、そういうものだと運用上そうだったという時代があったということですね。でアテネオリンピック以降統一されたルールに基づいていろいろな活動が展開され2009年実際にはですね2009年からいわゆる俗に言う抜き打ち検査というのが始まるんですけれどもこれがルール化されて始まると言った方がいいですね。それまでにもずっとやっていてその効果はずっと指摘があったわけですがこれが義務となったのが2009年です。それ以降2015年にインテリジェンスという言葉で書いてありますが具体的には行政機関が持っている情報をドーピング検査の立案または検体採取に論点を置かない依拠しないドーピング違反例えば強さ凶暴ですとかそういったものも含めて違反となるルールになっておりますので後ほどご紹介しますけれどもそういった体制がきちんと展開できるように国内体制を整えることが義務化されてきたという流れになっています。で15年の11月が実際に WADA としての認識ですが16年のリオ大会ではロシアの資格停止という問題がオリとパラでは判断が分かれる中で非常にフォーカスされたと。で実際に16年の大会の時には私もその当時は20年にはこの問題は収束していてほしいなまたはするんだろうなというふうに思っておりましたけれども実態としてまだ収束になったというところまでは至っておらずに今19年の年末にという状況になってきているということです。で皆様もご記憶にあるようなシンボリックなシーンをいくつかその年表の下に載せますと88年のベン・ジョンソンそれからシドニーの大会では複数のメダルを取ったマリオン・ジョーンズそれからアテネでは今組織委員会の方または JADA のアスリート委員としても活動いただいておりますけれども室伏広治さんの金メダルにありながら実際には表彰式この場面では銀メダルをかけてらっしゃるようなこういうドーピング問題に犠牲になった選手が出てきておってそれから北京大会での男子の陸上のリレーチームではこの写真ではジャマイカの選手の横に立って銅メダルのポジションに立っておりますけれども実際には銀メダルになったということは皆さんご承知の通りかと思います。でロシア問題でメディアの皆様もこの写真ご覧になっているところ多いと思いますけれどもこの2人はよく出てくる写真ということですね。でちょっと話を全般的なところにもう一度戻したいと思います。アンチドーピング活動の変遷ということでまとめさせていただきましたけれども一般的にはですねアンチドーピング活動については医学領域の問題というふうに捉えていらっしゃる方が多いと思います。でこれは今日皆さんはメディアの方に私をお招待いただいて今日ここでお話しておりますがこれはですねメディアの方々だけではなくてスポーツの領域の方々でも未だにそういう解釈の方が多いので決してこれが何て言うんでしょうね世の中の広く一般的な感覚なんだろうなというのは私たちも理解はしておりますけれども実態はですねこの横のグラフに落としております通り医学領域というのはもう最近はだいぶこうなんて言うんでしょうね全体の活動の中からは圧縮してきています。でその分何が広がってきているかといいますと、法務領域とは書いてありますが、リーガルの専門家ですね、規定の解釈を伴って選手が万が一の違反の時にきちんとその選手の事情を説明するという役割も含めて、それから場合によってはちょっと嫌な言い方をしますと、事情からすればそれは違反じゃないかと私たちが思っている事情も違反ではないというような、ちょっとあえて言葉を誤解を恐れずに言うならば重箱の隅をつついて本質的には違反の選手を違反ではなくすような
法律の助けを借りているというふうに言ってもいいんじゃないかというような関わりをたまには見るような状況も起こっております。具体的には室伏広治選手の北京大会の時の事情をご記憶の方がいらっしゃれば、彼は5着でゴールをして、いまだに正式記録は5着のままですけれども、3着と4着だったですかね、の選手の検体からは違反物質が出ていたわけですが、それに対して検証するプロセスの中で手順が国際基準からの乖離があったということを、まあ、弁護士のチームがそれを指摘して、最終的には室伏選手が主張した、室伏選手というか国際陸連が主張した違反だというところが覆されてしまって、公式記録の差し替えには至らなかったという事情が起こっているわけです。まあ、そういうように、まあ、法律の領域というのが非常に目立った活動をしていることがありました。でそれ以降15年の国際基準の改定以降、今インテリジェンスというふうで、先ほどもご紹介申し上げたとおり、行政機関が持つ情報を有効利にアンチドーピングの活動に利用するという体制が必要になってきているということですね。その背景にはちょっと字が小さくて見づらいかもしれませんが、世界規定、先ほど申し上げたとおり統一的に展開されているルールの中では10個の類型のドーピング違反というのが定義されておりますが、検体の分析を起点として違反を特定していくプロセスはこの10分の1だけなんですね。残る9つにつきましては、事情または他のエビデンスを持って選手が違反をしている、または選手の周辺の人たちが違反をしているということを特定をするというようにルールの体制がなってきています。これは皆様もいろんな場面でお気づきの部分はあるかと思いますけれども、一人の選手がドーピングを意図的にやってくるというのはなかなかですね、実態の事情としてはないです。日本におりますと、サプリメントまたは薬の選択またはルールまたは医療的な手続きに対して知識が情報が伴わなかったということで、ある意味、かわいそうな手を差し伸べたくなるような事案というものが私たちの日常の中では実態としてはほとんどです。ところがオリンピック、後ほどご紹介しますが、明らかに意図的にルールを熟知してそこを見つからないようにシンジケートを組んで、医療または薬理の専門的な知識を持って、または分析能力を限界値を把握した上で薬を使う、またはいつにやめるとかっていうスケジュールをしっかり管理した形で向き合ってくる選手がいるんではないかということが実態から言えるところです。でそういう事情を考えると、選手個人を違反と扱うのだけではなくて、その周辺の人たちをきちんと処罰できる体制というのが必要で、まあ、そういった時代の要請を受けてこのように10個の類型が整備され、でその選手の検体によらない違反を特定していくためには、どうしても私たちアンチドーピング機関の日常の活動、これは任意な要請に基づくスポーツ界における選手に対する強制力しか持っていないというような状況、または公的な機関が持っているような情報を活用できないという基盤の上では、この10類型すべてに適用しうる体制を展開するというのは非常に難しい体制になってきています。こういう時代の中で、日本では2018年10月にアンチドーピング法というものが制定され、20年大会に向けて行政機関とアンチドーピング活動との連携を可能とするという基盤がようやく整ったという状況でございますが、欧米の国では日本とは違ってドーピング問題自体が刑罰の対象となり、すなわち警察権限を持って選手に対する取り調べまたは事情の捜索というものができるような体制まである国も出てきている状況でございます。さてオリンピックの大会におけるドーピング違反というものを少しこうマグニチュードの大きさをですね、皆様と共有いただいた上で本日のお話に入っていければと思うんですが、これは IOC のホームページで公開されておりますファクトシートからの引用ですので、これが実態として IOC のまあ、ありていの数字でございます。でこの中で、真ん中のですね IOC 直轄検査、それから IOC 以外の検査とありますが、今日は直轄検査のところをフォーカスしていきたいと思っておりますけれども、検体数はまあ概ね右肩上がりで増えていっておりますけれども、その中に大会中と書いてありますのが、まあ、1桁から2桁の検体数、赤枠で黄色く塗ってあるところは7検体と9検体というふうになっておりますが、これがいわゆる大会期間中に、IOC が公式に発表したという時間軸の中で大会期間に扱われたものですね。でその横にある65とか48というものについて、これがですね、
その後の保存分析の結果、違反が特定されたというものでございます。で、これはどういうプロセスをたどってきているかといいますと、先ほど申し上げた通り、意図的にドーピング違反をしてくるシンジケートを組んでいるような人たちは、分析の限界またはその薬理または生理的な体の循環というのを抑えた上でスケジュールを組んでくるということが今言われています。仮にそうだとした場合に、その検体を北京またはロンドンの大会のその期間中に分析をして陰性だとなったものも、将来の検出技術またはハードウェアの進歩をもって振り返った場合に、未来のあるタイミングで違反をしていた人を特定できる可能性があるわけですね。で、これを規則ではこの振り返りの分析を認めておりまして、10年間の遡りの訴求を認めています。ですので IOC は検体を10年間保存をするという対応をしておりまして、でこれを次の大会の抑止力として再分析およびこの結果の訴求をしています。ここで書いてある65および48というものの、これは今皆様にはこのような場面でご紹介してますが、実際にはリオ大会の前にですね、この再分析をして該当する種目のまたは国の選手に対して、その当該国のオリンピック委員会にミスター X は過去の検体で違反が出ているので、プロセスがキックオフするから、これからはもう次の大会に出てはいけませんということで、オリンピックチームから除外するようにという通知が出ています。皆様の身近な、私も身近な、身近って言ったら変ですけども、事例で言いますと、まさにリオ大会の、ごめんなさい、北京大会でメダルが一つ繰り上げとなりました、陸上の男子の 100m×4 のリレーのジャマイカのチームの選手は、まさにこのプロセスの中から見つかっています。ですので、選手は CAS に上訴をして、最終的には CAS の係争がすべてセトルされた形で、メダルの日本のチームの繰り上げが確定していますが、スイスの CAS に行った段階ですべての主張の筋またはその判断の根拠が文字として公開されますので、そこを見ますと、16年の4月にはジャマイカのオリンピック委員会に対して IOC からナスター・カーターという選手の過去の保存検体、北京大会の保存検体から違反物質が出ているので、ナスター・カーターのリオ大会へのエントリーは認めませんという通知が出ています。で、それを受けてリオ大会に向けて選手は除外されというところがスタートだということが読み取れます。で、このような中で実際に今65と48を足した数で100を超える数が実際に陽性反応を示しているんですが、この中でどれくらいのメダリストの数が含まれていると皆さん思いますか？なんと76がメダリストの検体から違反を示しています。ということで、そのような、まあ、もちろんハイリスクスポーツにおける違反というものが濃淡出てますけれども、そのようにドーピング問題というものが根深くあり、そういうステージが実際に、ちょっと嫌な言い方をしますと、オリンピックというステージにずっとこうついてきていると。で、これを世界のアスリートは目の前で見せられていて、世界の指導者も見せられていて、そこに対して自分のアスリートがどうやったら公正な環境で競技ができるかということを希求してくる、主張しているというのが今現在の世界の環境でございます。ということで、まあ、アスリートからすれば当然競技の公正な環境というものを求めるのは、これは当たり前の主張でありますし、権利ということです。まあ、そういうことで、今世界のアンチドーピング活動におきましては、もちろんその日本で普段私たちが国内の選手と向き合っているところとは温度差はだいぶあるとは思いますけれども、公正な環境で競技をするという権利をいかに選手が主張していることを守ってあげれるのか、その当然の延長線上の中には、選手としては対戦相手に対して、こいつ大丈夫かとか、こいつ最近記録伸びてるけど何なんだろうというような、そういう気持ちの中でスタート台に立つというような環境を選手が感じなくてもいいようにしてあげないといけないと。選手からすればそういう環境ではなく準備をしてほしいということが声高に言われる時代になってきているということです。で、これを受けて当然 IOC も対策を講じておりまして、大会でのドーピング検査は、先ほども申し上げた通り、選手は勝つためにドーピングをしますので、8位になろうと思ってドーピングする選手っていないですよね。やはりメダルを取る、表彰台圏内を狙ってパフォーマンスを上げようとしているわけですので、そういう人たちは当然ドーピング検査が試合の後にやってくることは分かってますから、試合の日のドーピング検査の検体採取だけでは補足できないというのがもう常識になっています。となるとどうするか、となると練習のフェーズでの検体採取をいかに
実効性を担保した形で行えるかというスケジューリングの勝負になってくるということになります。ということで、これ今ご覧いただく情報というのは、これも公式に WADA がリオ大会の報告書の中で言及している数字をご紹介申し上げますが、先ほどもちょっとお話した通り、ハイリスクとローリスクという概念を私たちの日常では言葉としては言っています。簡単にですね、申し上げますと、チームスポーツですとか、個人がドーピングをしたからといって勝敗をねじ曲げるようなことがなかなかできない種目にはドーピングというのは比較的低く統計上は出る傾向があります。一方で個人の記録で、対人競技ではなくて対記録競技ですね、時間ですとか重さですとか、そういうところで争う競技の場合には、自分自身でパフォーマンスを上げることができれば記録を、不正に上位の記録を得ることができますので、ドーピングというのが出やすくなってくるというのが一般的に統計が物語っています。そういう中で10個のハイリスク競技種目を選び、世界のランキングのデータが今市販で手に入る時代ですので、8位以上の成績が見込まれる選手を数ヶ月前から世界全体で居場所情報をもとにトレースをし、ドーピング検査網を動かした結果が20検体の違反というふうになっています。これがリオ大会の実績です。で、このような実績というものを受けて、この活動はどんどん加速をしていまして、ピョンチャン大会の時にはピョンチャン大会の時にはロシア問題が依然として解決をしておりませんでしたので、そんな中でオリンピックアスリートフロムロシアという名前にはなりましたけれども、実態としてはかなりの数のロシアアスリートがエントリーをするという事情の中で、 IOC としては選手自身に対して、または選手村で一緒に生活するような環境になるロシアアスリートに対してですね、ちゃんと相応のフィルターを、と言葉はちょっと悪いですけども、施策を講じている人たちが来ているんだということを言わないといけない、または試合の当日の環境がきちんと公正さを担保されている状況が行われているんだということを言っていかないといけないという課題意識もあったと思いますが、今ここでは最終的な報告のホームページのコピーをご覧いただいてますけれども、2ヶ月に1遍ほどですね、この冬季種目のドーピング検査の実績の積み上げのデータを公開していました。でこれが最終的な最終報告なんですけども、1万7000テストと書いてあります。でこれは17年4月から18年1月までの統計値というふうに書いてあります。18年2月がピョンチャン大会ですから、その前にかかったこの期間、一定期間のドーピング検査をしたと。でその 70% と下に書いてありますが、これが対前年の同期比ですから、16年の4月から17年1月と単純対比をした場合に 70% 増のドーピング検査を大会直前に IOC としては集中的に実施をしたんだと。で対象は6000人のアスリートに上って、63カ国のアスリートに対してドーピング検査をしていると。でこの結果をもってピョンチャン大会については健全な環境を持って選手の公正な競技環境というものを担保しようとしているということを、このウェブでも発信をしていたと、こういう状況が起こっていたわけです。当然そのここでは63カ国と書いてありますが、夏の大会はこの数では比ではありません。206ですかね、265の NOC オリンピック委員会が参加してくるのが夏の大会ですので、まさにこのプログラムと同じものが今夏の2020年大会に向けて動き始めるという状況になってきております。一方で社会的な視点に目を向けてみますと、特にそのベン・ジョンソンの時代のことがついこういう状況の中出てくるんですが、ソウル大会の金メダリストがスラスラと言える方はなかなかいらっしゃらないと思います。皆さんは職業柄言えるかもしれませんが、この4名の方が実際にメダルを取られたわけですけれども、でもその人の個人とかどういう種目でメダルを取ったかっていうことをすらすら言えなくてもですね、ベン・ジョンソンが100メートルでドーピング違反になったと、場合によっては9秒7いくつというような記録まで覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんというようにですね、これは私たちアンチドーピング活動に従事するメンバーの中でよく言われることなんですが、記録ではなくて記憶のインパクト、破壊力といった方がいいかもしれません。そういう意味で言うと、ドーピングというものは、人々の記憶の中で素晴らしいアスリートのパフォーマンスを上書きをして、さらにはこびりついてずっとそこにいてしまうようなインパクトがあると。
で、これが仮に起こって東京大会で起こってしまった場合に、私たち13年の9月から7年を超える歳月をかけて日本全国の皆さんと努力をして迎えるスポーツの祭典が、これソウルの韓国のアンチドーピング機関のお友達、私いっぱいいますので彼らも申し訳ないなと思うんですけど、こういう教材的に使うのはですね、何年経ってますでしょうかね、もう88年ですから、いまだにこういう状況で言われますし、まあもちろんその世界のこういう場面で全て統一的にということはないかもしれませんが、少なくともある一定の年齢以上の方々の中ではこういうふうにドーピング違反者の方が記憶の中ではですね、メダリストを超えて住み着いてしまっているっていう状況が間違いなく起こっているかと思います。これをなんとか避けていくということは、大会の成功というものが実際何をもって成功かというのは非常に多様な成功があると思いますけれども、そんな中で私たちは20年大会では絶対にこういう事象を起こしてはいけないという課題意識を持って取り組んでいるところです。さて一方で直近で起こっている事象につきましては、冒頭よりロシア問題に関連するお話をさせていただきましたが、実はこの東京の地でですね、先月9月の23日に WADA という組織の常任理事会エグゼクティブコミティの会議を開きました。期せずしてその場でですね、ロシア問題の再燃が決議されるという非常に何て言うんでしょう、因縁じみたところを感じるところなんですが、簡単に従前のですね、この9月23日の前のことを簡単にご説明申し上げると、リオ大会では IOC はロシアを組織としてロシアオリンピック委員会の資格停止とはしませんでした。で、個別の国際競技連盟の判断に委ねるということになっていましたので、陸上をはじめとしていくつかの組織が資格停止という形でロシアチームの出場を拒んだわけですが、実際にその後ピョンチャン大会ではロシアチームの参加というのは公式に否定されています。ただしオリンピックアスリートフロムロシアということで、ロシアという国の名前を名乗ることができ、若い選手たち、一定の基準がもちろん課されました。最近何検体以上のドーピング検査を受けているとか、まあ、そういった基準をクリアした選手の一団だったわけですけれども、ピョンチャン大会には実際にロシアから選手が派遣されてきたという状況はございました。もちろんメダルを取ったとしてもロシア国旗、国歌ということはなく、 IOC の旗が上がるというそういう制限はあったわけですけれども、実態としてロシアの選手のエントリーがあったと。で、その直後に、IOC は3月だったと思いますけれども、ロシアのオリンピック委員会の正式な資格回復ということになっていったわけです。で、その後ですね、WADA とそれからロシアの当局との間でいろいろ話がありまして、 WADA としても資格の回復を認めるということが18年の9月に起こりました。で、その時の条件として、ロシアがモスクワの分析機関で持っているであろう分析のデータをきちんと神聖な状態で、正しく、改ざんされてない状態で提供することということが課されていました。その条件のもとロシアを資格回復を WADA がしたわけですが、手元に渡っていたデータを WADA 側で解析をしたところ、改ざんの可能性が極めて疑われるという状況になってまいりまして、でそれが WADA の公の会議の中で報告をされ、かつロシアの今後の資格停止の可能性につながるような検証が正式に開始されることとなりましたという発表が9月の23日にまさに WADA の会議でなされ、その日の午後には記者会見の場で WADA の会長から、日本のメディアの方を中心にもいらっしゃいましたけれども、発表がなされたということでございます。ですので、先ほどのアスリートの主張の視点からすれば、ちょっと待ってくれと、改善に向かってるんじゃなかったのかと、ロシアという国がアスリートに対してきちんと利を正すような方向に来てくれているような期待を持ってた選手からすれば、裏切られたというような事象が今まさに起こっていると。もちろんまだ確定ではありません。その検証作業が正式に始まったということしか WADA は言っておりませんので、このあと11月の初頭にポーランドで開かれる予定の会議で、その後のフォローの報告がありますので、そこでの報告が注目されるところでございますが、そういった状況が起こっています。で、一方で、この写真の方はロシアのアンチドーピング機関ルサダのダイレクタージェネラル、私事務局長ですがほぼ同じ立場の方ですが、この方が数日前にアメリカのコロラドスプリングスで行ったシンポジウムでの記者会見で、
このようなですね、ルサダワダから提示されたワダに提示したデータに対して不正があった可能性を公に認めるコメントを発表したという状況でございます。もちろんこの方が喋っている内容が本当のことかどうか、またはいろいろな事情について客観事実を持ってという検証が必要でありますので、私は今日はここの報道でこういうこの方ユーリさんのコメントがあったというところ以上には踏み込みませんけれども、事情からするとですね、ワダが公に検証する必要性を感じて手元にあるデータが神聖なものかどうかということに疑義が生じたということを公に発表して検証プロセスが開始され、かつ当事者であるこのユーリさんがアメリカの地位ではありますけれども、非常にこの疑わしいことに対する認めてしまうような発表をしたということが今目の前で起こっておりますので、アスリートからしますとですね、なんとかしてくれと、とにかくこの体制がきちんと機能しているのかということに対する声がより高くなってくる状況が想定されるわけでございます。一方でちょっと視点を動かしていただきまして、アンチドーピング活動が担う役割というところをちょっとこの先からはお話をしていきたいと思いますが、そういうそのロシア問題またはアスリートの当然の権利という視点、私たち非常に重要視しておりますが、一方で大きな大会を進行する中で私たちの関わりというものがこういう視点を持って評価されてますという事例をご紹介申し上げます。これはオーストラリアのアンチドーピング機関で発表したリリースのご紹介なんですが、17年8月のリリースですが、コモンウェルスゲームスというですね、大英連邦の時代から続くそのコモンウェルスというコミュニティで総合スポーツ大会が開かれておりまして、18年の4月にゴールドコーストでその大会が開かれました。非常にハイパフォーマンスなアスリートが出てくる大会ですし、そこでの体制というのは非常にしっかりとした準備を望む、体制を準備して臨むというのは過去の大会でも行われているわけですが、そこでこの記事というのは大会組織委員会の CEO のコメントをアンチドーピング機関のホームページで紹介をしたと。例えて言うならば、森会長がジャダのホームページ、森会長のコメントをジャダのホームページで、東京大会に向けてこういう期待をしていますというのを私たちがご紹介をしているような、そういう位置づけのものでございます。その中でこういうフレーズに言及があるんですね。ちょっと赤字のところを中心に見ていただければと思うんですが、日本ではなかなかこういう視点というのはストレートには論じられないかもしれませんけれども、何百何千もの人々が本物のコンペティションアンダーテイクインザトゥースピリットオブスポーツマンシップと書いてありますが、本物の競技、実際にそこできちんとその公正な環境の中で行われる大会だということを期待して、これはもしかすると当然すぎて期待しているという言葉にさえしてないかもしれませんけれども、こういう環境の中で当然会場に足を運ぶわけですよね。目の前で昨日もラグビーのワールドカップの素晴らしい試合が展開されていますけれども、そこで行われているパフォーマンスに対して一点の曇りもないから選手の流す涙だったり、そこの試合の結果に対していろいろな社会的な気持ちが動く、またはこう空気が変わるような状況が起こってくるんだと思います。それが大前提で行われているスポーツでありながら、実際に現場では先ほどご覧いただいた通り2桁の後半の数の嘘をついていた人たちが埋もれていると。それも場合によってワダが技術革新が伴わなければ、その76人のメダリストはいまだにそのメダルの本来持っててはいけない色のメダルを持ってのうのうと過ごしているという状況が今でも起こっている、またはワダが今技術解析が伴ってなくてそういう人もまだ埋もれているかもしれないというような、そういう環境が実際にあるんだということが社会には共有されているのも一つの事実ですので、そういう中でこういった観点も主張の論点になってきているということでご紹介申し上げました。さて次に2020年の話ということで今日ご招待いただいておりますので、私たちが2020年に向けてどのような立場でJADAとして考えを持って思いを寄せているかということをお話をさせていただければと思います。大会のホームページにはこのようにスポーツには世界と未来を変える力があるというふうに書いてございます。これは私がここで皆様に論じるものではないですけども、こういうことを主眼として、当然そのハイパフォーマンスのアスリートの運動会を見るわけではなくて、社会を変えるというところに力点を置いたレガシーを非常に意識したスポーツイベント、または社会の転換をそこに期待を込めているということは盛んに言われているところです。
並行してスポーツ庁または文部科学省が定めているこのスポーツ基本計画の中でも、社会を変えるためのスポーツの関わり方またはスポーツの持つポテンシャルというものが大きく期待をされているということが言われているわけです。特に社会的弱者と言われる障害がある方ですとか、こういう方々に対してもちろんインフラの整備も含めてですし、私個人的にはロンドンのパラリンピックを生で見たい、その後自分の中での考え方が大きく変わった経験からすると、ここで旅客庫2番の上から4段目ぐらいのところに書いてあると思いますけども、心のバリアフリーというその障害というものに対して自分の中で、あ、全然今まで思ってたものと全く違うんだというようなハイパフォーマンスなアスリートの競技に向かう姿勢を見てですね、そういうところに大きく社会の方々が気持ちが変わってくるというのが、場合によってはインフラの変更よりも大きなインパクトとして作用が期待されている部分なんじゃないかなというふうに私個人的には思ったりもしています。まあ、そういう中で、ではアンチドーピングは一体何ができるのか、または何を私たちとしてそこに関わる立場としてしっかり意識していかなければいけないのかということを視点を持ったときに、スポーツはこれ2つの行を用意させていただきましたけども、身体的な卓越性を競うものであることは間違いないと思いますけれども、身体的な卓越性だけを競うものでは決してないということだと思います。このラグビーのワールドカップの期間を通して社会が日本のこの文化または精神性というものを一気に、場合によっては、今まで努力をいろんなところでしてきたものを一気に変えるほどのインパクトを持って外に発信をしたように、スポーツが持つポテンシャルというのは非常に大きいと思います。まあ、そういう中で、私たちは今社会を変えるべくスポーツまたは2020年大会が準備またはそこに向けて努力展開がなされるという事情がある中だとすれば、ジャダとしてアンチドーピング活動はどういう位置づけだというふうに考えているかといたしますと、スポーツを通した社会貢献がまさに今目の前で起ころうとしている中で、そのスポーツが本来持っている価値、インパクトを持って社会に発信力を持って向き合うためには、その根底にスポーツを見る皆さんが、いやきっとあれお金がある国だから勝てるんだよねとか、あの国の選手って最近ああいう人のコーチ雇ったらしいよ、だからあの結果とか、またはかつてのオリンピックの種目で、ハイパフォーマンスな中国の水泳の選手が、ラストのワンラップを、個人メドレーの選手ですけれども泳いだ記録が非常に速かったということで、男子の同じ種目の選手の最後のファイナルラップよりもそこが優れたタイムだったということで、ドーピング違反じゃないかということが一気に言われたタイミングがございました。実際にもちろんその事情についてはドーピング検査をした結果陰性ということになっておりますので、陰性でドーピングしたわけではなかったわけですけれども、ハイパフォーマンスのアスリートを見た瞬間に全ての人たちがドーピングを疑うような環境の中でオリンピックを迎えるというのは非常に悲しいと思いますし、さらに言えばこの社会の改革ということに対して一番起点となるべきスポーツ自体のインパクトまたは機能が否定されてしまうことになりますので、私たちはアンチドーピング活動を通してこのスポーツに内在する価値がきちんと社会に評価される、スポーツが持つインパクトがきちんと発揮されて社会の改革につながっていくという20年大会が掲げる目標がしっかりと社会に発揮されるような環境を下支えするような活動だというふうに思っているわけです。で、最後にですね、これが私の最後のスライドになりますけれども、 JADA ではドーピング検査組織ということの性格はもちろん間違いないんですけれども、アンチドーピング機関である私たちはドーピング検査の主体であると同時にスポーツの価値を支える組織であるというふうに考えておりまして、正々堂々と競い合う選手たちが持っているそのフェアネスというものが社会のフェアネスを支えていくような、そういう活動につながっていく、私たちがその活動を後ろから後押しをするような関わりを持ってスポーツとの関係性を担っている組織または活動であるということを最近は発信を一生懸命しているところでございます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。司会のあれ入ってますかね。あ、大丈夫ですね。司会の方から1、2点質問させていただきます。疑わしい選手というのは世界各国に本当にいると思うんですけども、直近の事例ですと7月の世界水泳でですね、中国の選手、あえて名前は出しませんけれども、
まあ、過去 の, そのドーピングに関するその行動がちょっと疑われて、はい、まあ、表彰台で一緒に立つことを拒否されるとか、そういった事例もございました。はい、まあ、非常に疑わしい選手というのは各国にいますけれども、日本として、まあ、あるいは WADA として今後そういう怪しい選手に対する対応というのは具体的にはどういうふうになるんでしょうか。なかなかこう難しいところはあると思うんですけども、統計的にですね、ハイリスクスポーツという選手とハイリスクスポーツというカテゴリーと、その中その競技をやってらっしゃる選手に対してはルールの中で居場所情報を出していただき、その居場所情報に基づくドーピング検査が試合の場面だけではなくて競技海外の場面でも行われるという環境が今できています。もちろんその目の細かさ、またはタイミングの設定によって、いたちごっこという言葉がある通りですね、ドーピング違反をうまく表に出さない形で競技をしている選手が全て刈り取られているのでしょうかと言われるとなかなか難しい部分がございますけれども、先ほどご紹介をしたリオ大会の前段での、あれをタスクフォースという言葉で表現をしておりますが、大きなイベントの前にはああいう活動が実際に行われたりとかですね、選手に対して一定のその成果も情報を公開するようになってきておりますので、そういう中で環境がクリーンな状況、公正な環境が準備されるということに対して積極的な情報開示をしていくということも含めて一つの対応かというふうに思っています。あと法律が日本でもできまして、情報を持っている機関との連携というのがかなり有効に働くんじゃないかということは期待されていますけれども、はい、その後法律制定によってだいぶアンチドーピングの環境というのは、あるいは水際の対策なんかもよく言われますけど、そういうのはかなり向上したと考えてよろしいんでしょうか。はい、もちろんこのアンチドーピング活動はどこまでやれば安全が確保できましたということを明確に線を引くことは難しいプログラム、またはその事業の性格を持っているところがありますので、なかなか難しいところがあります。例えば海の向こうを見れば刑事罰が課される国であれば警察権限の発動とともにドーピング違反者を摘発ということができている環境もありますが、日本の今回の法律ではそこまでは確保できていないという事情の中で、私たちがどこまでできるかということをこのネットワークの中で2020年大会に向けて対策を講じていくということになっていますが、これまで私たちがそのこの法律ができる前と比べれば行政機関の持つ情報というものをですね、実態としては民間法人である JADA が直接的ではなく独立行政法人であるスポーツ振興センターとの連携の中で行政機関の持つ情報を国から独報、それから独報と民間の私たちがタイアップをしながら活動するというようなネットワークの中でそこを補足していくという体制でございますけれども、従前と比較しますと非常にそこについては行政機関の情報が手に入るという体制になっておりますので、ただ私たちこれが日常の例えばこの19年の10月でトライアルをするような事案が日常に周りにあるかというとなかなか難しい中で、ぶっつけ本番的な形で20年大会に向かっていくという状況の中で、今関係の皆様とは定期的なミーティングを持たせていただくことで対策を講じておりますので、世界の皆様にはですね、来年の5月に WADA の会議があり、そこでおそらく私たち日本として最終的な体制の構築の報告を公の場でする機会があると思いますが、その場では日本の政府またはアンチドーピング機関として安心してお越しくださいと言えるように今準備をしているところです。はい、どうもありがとうございました。それでは会場の皆様から質問をお受けしたいと思います。ご質問の際は挙手していただいて、お名前とそれからご所属をおっしゃってください。ではどうぞ。はい、ゆきさんどうぞ。はい、恐縮です。読売新聞の結城と申します。よろしくお願いいたします。2点伺わせてください。貴重なご講演ありがとうございました。まさに浅川さんおっしゃったようにルサダの事務局長ユーリさんが thousands の変更が加えられた可能性があるとおっしゃっている。これ逆にちょっとこううがった見方をすればルサダ側はもうアンチドーピングの世界とともに歩んでいるんだよと、私たちだけを処罰してもいいんですかと言っていらっしゃるようにも聞こえるんですが、WADA の新しいノンコンプライアンスの権限、これがどのような罰則を持ちうるのかと、そして
ルサダの資格停止にとどまらず、どういったオプションがあり得るのか、これ世界の選手が納得するようにというのは非常に難しいと思いますが、そこをどうストライクしていくのが方向性としてあり得るのかといったあたりを一点お聞かせください。それからもう一点は、可能でしたらサラザールさんの件について、はい、エルカルニチン、この物質がユサダなんかがそのワダーの方に禁止薬物に入れてほしいと言ってもなかなか入らないというおっしゃり方もしていました。こういう灰色物質、そしてこの物質そのものがなぜいわゆるオレゴンプロジェクトの中核にあったのか、これをどうして灰色物質のままにしているのか、まあ、そのなかなか難しい、禁止できないという事情、そしてじゃあこういった灰色物質を一般的で結構です、使った選手たちに対して私たちはどう見たらよろしいのか、お願いいたします。はい、ありがとうございます。ルサダのノンコンプライアンスにつきましては、18年の4月に新しく国際基準が発行をしておりまして、先ほど経緯の中で少し端折りましたけれども、18年9月にWADAがロシアのアンチドーピング機関の資格を回復させた時の条件として、今後そのデータの解析等でもし問題があった場合には、その18年4月に発行した新しい国際基準における最上位のシリアスさ加減、具体にはクリティカルというカテゴリーでの違反とみなすということを条件を付した形で資格停止を解除し、その後のデータの解析に入っていったという経緯がございます。ですので、今後行われる検証の結果、仮にですね、仮に、ルサダが今回、そのユーリさんがおっしゃるような事象が本当にあったとなった場合には、クリティカルなマグニチュードでのノンコンプライアンスという評価になる可能性が極めて高いというふうに思います。で、この18年4月に発行した国際基準におけるクリティカルな違反があったという国においては、国際大会のホストの権利が剥奪されると同時に、オリンピック・パラリンピックおよび世界選手権等への選手派遣も剥奪されるということが明示化されておりますので、このルサダのノンコンプライアンスの評定が WADA の例えば11月または次の機会としても5月、この2つが定例の会議ですので、そこで明確に決議されるのであれば、ロシアチームとしてのエントリーはオリもパラも20年大会にはできないという事情に発展していく可能性は極めて高いというふうに思います。結城さんはいろいろルールご存知ですが、周りの方にちょっとご説明をさせていただくと、リオ大会の時にはこのルールがなかったがために、当事者である IOC、IPC に対して事のシリアスさを WADA は勧告をするという体制しか持ち得なかったんですね。その勧告を受けた IPC と IOC がそれぞれ自分たちの尺度で判断をしたという、それがために判断が2つに分かれたという状況でしたが、今は WADA が強制権を持って選手の出場を止めることができるルールの上に立脚していますので、20年大会については WADA の決議において20年大会におけるロシアチームのエントリーというのが正式に排除される可能性が今は具体化されて議論される状況がかなり濃厚になってきているということでございます。はい、でただこの決定についてはリオ大会の時の IPC の決定に対してロシアが CAS に上訴したように、 CAS への上訴ということが手続き上は認められるように私の方では理解しておりますので、11月ないし5月の WADA の会議の結果を受けてロシア当局が CAS に不服申し立てをする可能性は十分用意されているのではないかと思いますし、そのような可能性は実態として起こるのではないかと思います。その結果、おそらくずるずると判断を長引くことはなく、 CAS の方もリオ大会の時も比較的早く IPC の判断に対する正当性を認める判断をしておりますので、そのようなタイムマネジメントの中で実態としてキャスも判断をしてくるのではなかろうかというふうに想定をしております。ということで5月または11月から始まる WADA の判断、またはそれに対するロシア側の不服申し立てというような一連の流れの中で、最終的に20年の夏のロシアチームの
正式なエントリーの可否というものが決まってくるというふうに思っております。ただし、ピョンチャンでもあったように、一定 そのドーピング検査を受け、健全な環境の中で練習をしている若いアスリートに対して、このロシア問題というのは、11年から15年までのデータをおおむね根拠とした論点が展開されている事情でございますので、先輩たちの自称をもって現役の若手の選手たちを処罰の対象としていいのかというような人権を背景とする議論もまた並行して起こると思いますので、ニュートラルな立場でロシアの国旗または国歌または IPC なんかであれば、そのロシアのナショナルカラーを起草するようなユニフォームの色使いまで制限をするという形で参加を認める際の一定の条件をつけておりましたけれども、そのような枠の中でニュートラルなアスリートとしての参加というものに道を開く可能性も十分あるのではないかというふうに思っております。では次にサラザールの問題ですが、具体にはその灰色物質と言われるとおっしゃっていただきましたが、場合によってはその WADA の禁止表と同時に毎年アナウンスがあるモニターをする監視物質というふうに日本語では訳しておりますが、モニタリングプログラムというものの部類、またはそこにも入らないものの、薬理といいますか生理学的な効果からすると、禁止物質の一覧に載せて相当ではないかという学説または学者がいらっしゃるような物質があると、これについてなぜそういう状況のままでいるのかというご質問だというふうに理解してご回答させていただきますが、これなかなか私専門的なサイエンスの領域ではないので、明確なその結城さんの方でご了解いただけるようなですね、すっきりするような回答がちょっとおそらく今日私準備ができていないと思いますけれども、ルールの中で、リストコミュニティでの議論、それからその上の常務委員会での手順を了解の手順を踏んで最終的には決まっていきますけれども、純粋にその禁止表自体がピュアなサイエンスに立脚したドキュメントになっているかというと、必ずしもそうではないというところがこの議論の難しさを余計に、ややこしさに向かしているんだと思います。例えば逆の視点ですけれども、大麻が実際に未だに載っているわけですが、これに対して除外が相当だという議論も一方ではあったりして、競技力の向上を本当に来たすかと言われれば、もちろん高いところから飛び降りたりすることに対する恐怖心を和らげる効果あるかもしれませんが、場合によってはきめ細かなコーナリングとかができなくなるような、そういうマイナス作用もあるかもしれませんし、そういう意味では全てが競技力向上に作用するかというようなものがリストアップされているものかというと、なかなかそこは純粋なサイエンスの議論でいうと付随する余地も常にあるような中で決まってきているところでございます。で、今回お話があった物質もそうですし、自転車競技連盟の方で、禁止リストに上げるようにと言われて、トラマドールですかね、自転車の国際競技連盟では主張しているものを、WADAとしてはそれはリスト相当ではないということで、いまだに載せていないものがありますが、固有の競技種目での懸念、いわゆる判断力の低下に基づく、例えば落車のリスクがあるようなところを、これをアンチドーピングのルールで禁止というふうにしてほしいというような論点という指摘もあったりしますので、必ずしもその禁止表に載せる載せないというものについて純粋なサイエンスだけで論点が整理されているわけではないというところが議論のややこしいところになってきますが、ただ競技力の向上効果が一部では認められているものがそこに載せる載せないということに対しての議論が毎回タイムリーに1年ごとに見直しの中で補足されてきてないということについてはご指摘の通りで、それは一定のその止め置きをしてまだリストを載せないということに対する相応の事情を指摘する学説もあるのではないかというふうに思います。すいません、あまりこうクリアカットな説明ができず申し訳ないんですけれども。ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。奥の方から、すいません、長谷川君の方から、はい、郷土の長谷川です。今日はありがとうございました。
浅香さんのお話の中でもあったタスクフォースについてなんですが、はい、これ東京大会に向けてはおそらくもう夏も過ぎたので、はい、こう動き始めてるのかなと思うんですが、お伺いできる範囲でこう例えば、今回はどのような規模でどういう形でこう進んでいるのかみたいな、こうアウトラインみたいなものをお伺いできればというのが一つと、はい、あと、まあ、東京大会でこうかなり新しい競技が導入されたり、あるいは野球もその追加の競技になっていると思うんですが、このあたり日本の国内だと、まあ、プロ野球の選手なんかもおそらく出場することになるんじゃないかと思うんですけど、この辺の野球に対してのこの、事前の検査といいますか、これはどういう形で進んでいくのかみたいなものをもしお伺いできればお願いします。はい、ありがとうございます。タスクフォース、先ほどリオ大会のデータ、これはもう公開情報ですのでご紹介申し上げました、およびピョンチャン大会のデータもご紹介申し上げましたが、実は守秘義務の署名のもと、今タスクフォースに私たちの組織が関わっているということは間違いなくてですね、でその5つの大陸ごとにそれぞれノミネートされた中核となるエージェンシーが関与するということと、サマーオリンピックの中核となる国際競技連盟との連携の中で推進をするプログラムというふうになってきております。で、IOC が外部の組織として立ち上げた、その第三者性を担保するために立ち上げた ITA というインターナショナルテスティングエージェンシーというところが事務局機能を推進する形で、今おっしゃる通り具体的な活動にもはやなってきております。おりますが、規模感等を含めてなかなか具体的なところを申し上げる状況に今なくてですね、申し訳ありません。ただおそらく WADA の方でも一定の抑止力、または IOC の方でも同じく抑止力を期待してのプログラムですので、どこかのタイミングで、相応な情報の開示がなされるのではないかというふうに私たちも期待しているところです。その際にはその WADA または IOC が出した情報の背景等、場合によっては詳しくご説明申し上げるような範囲であれば協力というか、まずお手伝いできるかもしれません。申し訳ありません。それからもう一つ、新しいスポーツ、具体に野球ということがございましたけれども、日本で今JADA が直接的にドーピング検査、またはその規則の適用という表現の方が適切かと思いますが、管轄権を持って適用が関係性として成立している範囲とそうではない範囲で、具体に言うとその JADA の管轄権の外にいるアスリートでありながら、20年大会のチームジャパン、具体にはJPC ではなくて JOC の方で起こる事情ですけれども、チームジャパンのメンバーにエントリーする種目、ゴルフと野球と競輪の選手が実際にそういう状況に入ってまいりますけれども、競輪の選手の方は自転車競技連盟さん経由で、日常の接点というのはもちろん一定のですね、ルールの中で対外的な一切の遮断が起こる、乗車手配というタイミング以降はそういう事情はありますけれども起こってます。ですから具体的にはゴルフと野球がおおむねそういった事情の中では議論になってまいりますが、それぞれの国際統括組織からですね、いわゆる管轄権の発生がこのタイミングということを国際的に号令が出ます。具体的にはゴルフはもうすでにこの先20年の夏の大会に向けて、このタイミング以降当該国のゴルフ協会の参加にエントリーする選手の具体的な管轄権の発生を指示していきますという展望が通知が出ました。でこういうことが実際にリオの大会でも起こっておりましたし、で今後すで、まあ、にゴルフは通知が出ましたし、野球も同じような状況が起こるのではないかと。で、まあ、もちろん私たちの中では日本のプロ野球の選手を中心にこういうチームが構成される可能性があるということで、ほぼ本命で絶対この例えばピッチャーとかキャッチャーとかですね、絶対来るんだろうなと本人も言ってるしみたいな個人を特定することはできますが、それはある意味私の個人的な特定でしかなくて、ルールの下で私たちがその居場所情報の提出義務を課すというような管轄権の発生のタイミングというものが明示化されますので、それ以降私たちがドーピング検査なりなんなりということをしていくことに正式な流れではなっていくかと思います。他方で JOC またはその当該種目のプロ団体との間で教育啓発ですとか、いろいろなその前倒しで積極的に対応しましょうというお声掛けになっていくような働きかけはしておりますので、JOC さんをはじめそういった事情が整えば、ドーピング検査または教育啓発活動ということでの日常の接点というものは、場合によってはその国際連盟の通達を前倒しして接点は発生する可能性はあるかと思っています。では先ほど
時事通信の小林です。今日は興味深いお話ありがとうございました。素人臭い質問かもしれませんけれども、はい、そのアスリートに投与するとですね、一定のその効き目がある薬物というのは、ちょっと知識があればですね、簡単にできちゃうものなんでしょうか。つまりそうでないんだとすれば、その元を抑えるという手法というのは取れないものなのかどうか、まあ、その点について教えてください。ありがとうございます。今日は皆さんの資料として今日は共有できてないんですが、禁止物質の一覧表、私たちのホームページで翻訳版も公開しておりますけれども、いわゆる医療として治療目的で正当な目的で開発された治療薬がほとんどです。でドーピングというのは、その例えば疾患がある患者さんに投与するべく開発された薬は、当然医師が処方するその頻度または容量という管理がなされて行われて、治療という形につなげていくものですけれども、健常な体ですから治療が当然いりませんけれども、その一定の身体的な効果を持った状態で健常者がそれを摂取すると、ノーマルからハイパーな状態に行くという体内のリアクションが起こるわけですね。さらにはその処方をする医師は当然治療の効果としての容量とか頻度を自分たちでスケジュールを作るわけですけれども、それを度外視して、またはまあ医療的な情報というものをあまりそこにはまあ優先せずに、パフォーマンスを上がることが優先ですので、まあそういう意味では医療の専門家が見れば体のリスクがあまりにもというような使い方をしているというような指摘もあったりするようなのが実態としてのドーピングだというふうに言われています。ですので、先ほどお話があった通り、おっしゃる通り、実は真っ当な目的を持って開発流通しているものを、不届きの人たちが、健常者が不正のために使うという図式がドーピングの一般的な事情なんですね。ですので、WADAとそれからもちろんその社会のために回っている製薬開発機能を持った大きな製薬会社さんは、この新薬が流通始めれば必ずやドーピングの場面で使うという人が出てくるだろうということが大体もう事情として分かるわけですね。そんな中で今 WADA は世界的なその新薬開発能力を持った製薬業界のアソシエーションと MOU を締結を2001年以降しておりまして、2001年かで、それ2011年ですね、11年以降締結をしておりまして、実際に新薬の開発前段でドーピング分析の一助となるようなデータの提供ということが今行われています。でもちろんその製薬業界からすれば知的財産としての一番のコアな部分になってきますので、これを社外に出すということに対しては当然のリスクが伴うわけですので、まあ、その応分の管理ができるということの相互の理解があって成立する関係性ですけれども、日本ではアステラス製薬さんと共和キリンさんがこの協定をすでに締結済みでありまして、この2社は自社の新薬開発のデータをドーピングに投与される可能性がある中で、WADAがそれを世界全体の分析機関に事前に周知を図り、ドーピングに投与されたなのであれば、速やかに摘発ができるような体制構築に協力をするという覚書に調印をしております。そのように世界全体の製薬開発がドーピングというような社会的なスポーツの価値を貶めることに対してしっかりと製薬メーカーさんとしても向き合っていただけるような時代に今なってきています。他にご質問ございますでしょうか。すいません、2点また全く別件で、日本のアンチドーピング法、こちらが成立をしたということが、情報共有もちろんでございますけれども、どういったいわゆるアンチドーピングの現場にとって、利点を生み、そして、他国いろんな形でこの要件進めている国々がありますが、と比べてまだでもここはちょっと難しいんだという部分があればお教えください。それから例 のブライドラッド、ドライブラッドのいわゆる開発検査方法の開発に関して、これ2020年活用なさるおつもりなのか、どういった利点がありうるのかをもう一回お教えください。はい、ありがとうございます。
アンチドーピングの推進法につきましては先ほども少し触れさせていただきましたけれども、日本では、刑事罰を伴う法整備になっていない状況がございます。でこれはタスクフォースを立ち上げて、副大臣のもと、文部科学副大臣のもと1年近く議論をした中でもかなり論点としては中心にあった議論でございました。私も法律の当然素人の立場からいろいろ勉強させていただきましたけれども、刑事手続きの刑事罰にならないということは警察権限が発動するというようなところが当然行われないので、実際に海外でそのような法体系を持った国がドイツ、オーストリア、イタリア等ありますので、そういう国の事情との対比の中で、インパクトとしてどうかという論点は当時から出てきておりました。で一方でその日本の実際にその、刑事罰かどうかということもありますが、ドーピング物質として定義されているものに対しては薬機法での定義としての網がかかっているという一方でのスポーツとは違う次元での行政的な手段が講じうるという事情もあるという話、ただそこが実際にスポーツの現場の視点から稼働しうるのかということについては当然議論としてはありました。そういう中で最終的に日本の私たちが今回18年10月から施行された法律の中では行政機関としても実態としては個人情報の保護法を超えて応分の事情がある場合にはということがまず前提として課されておりますけれども、応分の事情がある場合には個人情報の保護法を超えて情報の流通融通が可能となるということが今回の法律で担保された範囲ということです。ですのでその足りてない場所があるかと言われれば、例えば本当に2030年の招致をこれから多分争ってことになると思いますけれども、アンチドーピングの法が大きく、またはドーピング問題に対する国の姿勢が問われるような時代が起こったときに、状況が起こったときに、一方で例えばオーストリアであればこういうことができると、日本の場合にはどうでしょうみたいな話は論点としてはある可能性は否定できないかなと思いますが、ただまあ一方で今回私たちが20年を境に経験したことで、今回18年10月に施行された法律には付則の形でですね、将来的な見直しということに対してドアが開いた形になっておりますので、そのような私たちの20年の大会を持った経験値というものが将来的にどこまで何を補足的に置くべきかということに対して道が閉ざされたわけではないので、そういうことも含めた全体の議論が必要ではないかと思いますし、その全体の議論につきましてはスポーツ庁の皆さんとも今後もちろん議論できる余地は十分にあるというふうに私自身は考えております。それからドライブラッドスポットにつきましては2020年または WADA のリリースにおいては22年が最終的には大きなターゲットですけれども、20年においても何らかの形での体制の実施について目的ですかターゲットを置いてくれているという形のリリースが出ています。私たちも当然その点について期待を持っておりまして、で具体的に何がメリットかといいますと、今血液を採取する場合には尿検体の場合には実はそれほど温度管理というものに対しては気を使わずに搬送ができるんですが、温度を一定に保たなければいけないということと、でこれを運んでいく期間についても時間軸も非常に制限がある中で行われているという状況にあります。日本の場合には東京に分析機関があり、またその物流が非常にその一般のインフラとして発達しているという事情の中で私たちの日常の活動をしておりますので、お金さえ出せばですね、タイムリーマネジメントが手に入るという環境にありますが、実態にそうではない国も多い状況の中で、ドライブラッドスポットは紙に血を吸収させて乾燥させた状態で安定性を担保した状態での搬送が可能となるということで、この機動力が一気に改善されるということが論点の一つとして言われています。それから分析後で一定のタイミングでの例えば陽性反応、陰性反応の判断が終わった後の保存においても優れた性質を期待できるということも言われておりますので、搬送と保管が非常に安定性を担保した中で従前の血液を扱うものと比べると比較的かなり格段に優位であるということが言われております。
で、すでに LSI メディエンスさんでは検証フェーズということでリサーチをしていただいておりまして、日本の中では実践のドーピング分析と位置づけではありませんが、分析のパフォーマンスについては WADA も認めるところでございまして、これをいかにドーピング検査のプログラムとして20年大会の中で実践をするのかというところの整備になっていきますので、実はアナリシスのところの議論ではなくて、そのリサーチの結果を踏まえてその範囲のリサーチまたはディテクションメソッドが認められるという状況はほぼ問題ないというふうに考えておりますので、今回これから私たちが整備していくのはそこで出てきた結果をオフィシャルプロセスの中でどう使っていくのか、または使った場合にリーガルチャレンジも含めたその対策をどこまで準備ができて、そのエビデンスをどのように位置づけられるのかという周辺事情の整理という方が実態としてはこれから私たちがやっていく作業になってくると思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか。ちょっと長くなって恐縮ですけども、はい、すみません2点ちょっとお伺いしたいのが、はい、まず栄養補助食品ですね、はい、なんか軽微なものが検出されたというのは先日プロ野球でもございましたけれども、はい、これが私どもの生活に与える今後の影響ですね、あるいはこういうのをどう防ぐかということですね。それからマラソンが札幌になりましたけど、この影響というのも簡単にご説明いただければと思います。すみません長くなって。まずサプリメントですが、おっしゃる通りスポーツの現場では非常に日常的なものでございまして、実際にいかほどのピュアなサイエンスの効果があるかどうかという議論とはちょっと別の、なんとなくこう、普段の日常のもので使っているような状況の学生さんなんか特にあるんではないかなというふうには思ったりも、個人的には思ったりもしますが、この中でコンタミネーションというのが非常に重要な問題として今実際の問題として起こっています。でこの背景には、実際にそのサプリメントでドーピング違反が問われるような階層でその需要家としている人たち、すなわちトップアスリートですねの絶対値の数と、サプリメント業界全体がフォーカスとして向き合っている需要家のギャップが大きいというところをまず見ていただく必要があるんじゃないかと思います。例えば私ももう50になる、おじさんですけれども、日常の生活を考えれば、例えば脂肪を燃焼してウエスト周りをすっきりして夏を迎えたいなんて思ったりした場合には、脂肪が落ちやすいサプリメントを取って、効果があればその方が越したことがないわけです。で需要家からすればこういった人たちの方が多くて、そこに対してマーケットを意識するプロデューサーマニファクチャラーがおそらくはいると。そういう人たちが噂を呼んで口づてに効果を呼ぶような商品を作った方が営業成績は上がるというような事情があるとするならば、そういった組成の商品がレシピの商品が売られているというものがあったとしてもおかしくはないと。仮にそれが日本では一般ではないとしても、世界の流通のマーケットを見た場合に実際にそういう商品が出回っておりますので、こういう商品はどこで作られているかというと、一般的には中国または東南アジアの生産基地で作られていて、バルクでの輸出をして、それをパッキングを国内でするような商流になっているケースが多いというふうに言われています。で日本で流通している商品、または日本で、流通している商品の生産拠点、または単純に日本でその、インターネットで海外品を買っている場合と両方あると思いますけれども、そういったケースにおいては生産拠点が、あるときはそのアンチドーピング領域のケアが必要となる商品、またはクライアントを意識したもの、あるときは全くそこには関係がない、よく聞けばいいなというような商品を作っている製造メーカーのもの、それらを下請け孫請けの人たちがどういうタイミングでどう作って、それをどうクリーニングをしたラインを管理をしているのかというようなところまで問題はおそらくあるんじゃないかというふうに言われておりまして、その製造ラインの洗浄がきちんと行われていない、またはオリンピックアスリートに向けた商品だけしか請け負わないというような製造の仕分けになっていないというような事情が、このコンタミネーションというものを生んでくる背景にはあるんじゃないかというふうに言われているところです。ですので私たちが今ガイドラインというものをこの4月にリリースをいたしましたが、生産拠点の管理の徹底さ加減、それから定期分析の安全性に対しての情報発信に対してしっかりと向き合う製造メーカー、またはその流通という、そのあたりをしっかりとユーザーの側では意識をして、リスクの低減を図ってほしいということをそこには込めたリリースをしているところでございます。
それから札幌に、マラソン競歩が、はい、あの会場を移る可能性が今議論されているというところでございますが、アンチドーピングの観点からしますと、仮にそのような事情が実現となった場合には、一番まず直接的に関わってくるのが検査員の配備に関して大きく影響が出てくると思います。今のところ札幌ではサッカーのイベントがあるということでのスケジューリングの中で検査員の割り当てですとかを考えておるところですけれども、これに対してもう一度日程を組むということが起こってくるかと思います。現実的には実は JADA ではなくて組織委員会の中での作業になってくると思いますので、どれほどのインパクトを持ってこれが作用してくるのかと、または人数の問題に影響があるのかということはちょっと私ここでは申し上げにくいところですが、アンチドーピングの観点からするとその点と、あとは検体の搬送についてですが、サッカーがすでにプロセスは構築していると思いますので、搬送については特段大きな支障にはならないかとは思いますが、ドーピング分析または採取というところで、一定の従前とは違う配慮が必要になろうかなというふうに思います。ありがとうございました。他に会場の方ございませんでしょうか。では以上で会見を終わりたいと思います。ちょっとお待ちください。会見の前にですね、こちらの方に記号をしていただきまして、ちょっとこれをご説明していただいてよろしいでしょうか。はい、ですね、勝利を超える価値があるというふうに書かせていただきました。今画面でも出しておるんですけれども、まさに私たちの活動を表す言葉だと思っておりまして、単に勝つということに価値があるのではなくて、そのスポーツに向き合う姿勢にこそ価値があるということを私たちは掲げておりまして、これこそアンチドーピング活動の本質ではないかというふうに思っております。その言葉を書かせていただきました。今日はどうもありがとうございました。記者クラブの方からですね、記念品としてネクタイを差し上げたいと思います。ありがとうございます。事前に色を選んでいただいたんですけども、ブルーとライトブルーということで、はい、まさにクリーンにふさわしい色かと思いますので、はい、す今日はお持ち帰りいただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上で今日の記者会見終わりたいと思います。ありがとうございました。あとそれからですね、ちょっと告知をさせていただきたいんですけれども、11月6日の14時から予定されていました組織委員会の武藤さんの記者会見ですけれども、武藤さんのご都合で一旦キャンセルさせていただきたいと思います。後日改めて決まりましたら大体の日時をお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。改めて浅川様に拍手を送りいただいたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で終わります。ありがとうございました。